昔、とある町を敵国の軍隊が襲った。町には敵国の兵士たちが入り乱れ、混乱する中、一人の少女が笛を吹いた。その笛の音が空に響き渡った時、恐ろしい魔人が姿を現した。呼び出した者の忠実なしもべとなった魔人は、敵国の兵士たちをすべて抹殺し、町を守った。その笛を人々は、魔人の笛と呼んで、町の宝とした。面白い話だろう。そうですね。さあ、始めようじゃないか。新しいゲームを。はい、旦那様。本当に今夜現れるのかい？多分、巨大な魔人が現れて町を破壊するなんて、そんなおとぎ話みたいなこと本当にあるんでしょうか？さあ、どうだろうね。そしてそれを予言する不思議な子。さすが教授の周りは謎だらけですね。レミ、何か聞こえないか？これ笛の音。あ、ん？魔人の笛。まさか。本当に出た。これが魔人。黒い巨人が町を壊す。このとんでもなく不思議な事件は、私とレイトン教授が再会したあの日に始まったのです。